どう思う正直かなり怪しく見えましたね。そうだな。あんなに怪しい奴は今まで見たことがない。悪党ってのはもう少しうまくやるもんだ。あれが素の可能性もありますね。ああ。それで奴については調べたのかはい。どうだったパンクはもともと、あの君ドドの部下だったみたいです。何奴に何年も使われていた。君ドドは有名なゴルド教信者だ。すべて王の指示で動いていたっていう噂もある。 となると、パンクがゴルド教というのもあり得るな。そうですね。チャスパーが聞いたっていう。パンクの言葉の意味は分かったのかはい。ゴルド教について色々調べたんですが、太陽とはおそらく、ゴルド教徒のことだと思われます。犬は、ゴルド王の敵を意味します。なるほど。じゃああいつはアイビーに、近いうちにゴルド教徒がお前を殺すと伝えたのかそうなりますね。そうか。じゃあ奴は白ってことかどうなんですかね。 白か黒か分からなければ、とりあえず独房にぶち込めばいいんだが、ゴールド教信者となるとそうもいかない。いろいろうるさいですからね。ああ、とにかく奴に少しでも何かあれば、必ず俺に報告しろ。わかりました。やばいかなどうしたらええやろ今から何かやって間に合うこととかあるかな独房ってさ、電気とかもない感じ俺暗いとかわかんねえ。ずっと何かしらの明かりはつけといてほしいね。落ち着けパンク。独房行きなら質問攻めの後にすぐに独房だ。え、そうなん じゃあもう大丈夫ってことそうだ、だから落ち着け。え、じゃあさ、じゃあさ、今まで後からパターンっていうのはないの質問攻めが終わって、こう一回泳がされて、やっぱりお前は独房で、みたいなパターンはないのああ、大丈夫だ。ほんまに一回もないねんな。ああ、ない、大丈夫だ。ボーレスも見たことないうん、ないよ。大丈夫だよ。そうか。え、ほんまに大丈夫かなボーレス、俺たちはケーキが伸びただけかもしれねえ。